ここはなかなか居心地のいい場所だね素朴で穏やかで日当たりがよく丹念に手入れされているそれはとてもいいことだね戦いの中の癒しとでも言おうか私には妻がいてね彼女にもこの庭を見せてやりたいものだ わ <laughs> かっているよ。ここは国家機密の塊、部外者立ち入り厳禁だ。それに、安心したまえ。私の妻は、もうこの世にはいないんだ。君は、マスター、何を知っているのかな例えば、そうだな。 通常、人間にはピグマリオンや蝶は死認できない。だが、私や外徳に配属されている自衛隊員には、あれらが君たちと同じように死認できている。目まぐるしく事態が推移したからね、疑問に思う間もなかったんだろう。永因子。それがその疑問の答えだ。この世界の神秘に触れる因子。 不価値のものを知り、見るための因子だ。その因子は脳に寄生して、特殊なシナプスをいくつか形成する。それによって、我々はピグマリオンたちを視認することができる。外徳の自衛隊員たちは、この A 因子を注射により摂取している。どうやら君は、生まれつきその因子を持っているようだね。A 因子ワクチン。そして、オートギア。この準備に時間がかかり、 自衛隊は国土調査員の後手に回っていた。だが、ようやく準備は整った。君は以前、少女たちには傷ついてほしくないと、そう言ったね。私も同感だ。ピグマリオンとの、これは、戦争だ。戦場に立つのは、軍人の仕事。少女を前線に立たせるべきではない。 安心したまえ。彼女たちは間もなく過酷な運命から解放される。君ももう心を痛めずに済む。少し話しすぎたかな。では、失礼するよ。